ピルサドスキー、ピルサドスキーとはアイルランドで生まれた、イギリスの元競争お及び、守護馬である。1997年、カルティエ賞最優秀コバ受賞。日本では1997年のジャパンカップ、優勝馬として著名。イギリス、アイルランド、ドイツ、フランス、カナダ、日本で走り、ブリーダーズカップターフ、ジャパンカップ、バーデン大賞。 エクリプスステークス、チャンピオンステークス、アイリッシュチャンピオンステークスに勝ち、日本で種ボバとなった。日本での産区の成績は不振で、2003年にアイルランドへ再輸出された。半妹には2002年の秋荷賞、エリザベス女王杯を勝った、ファインモーション、父でインヒルがいる。1995年、3歳の夏に遅い初勝利を挙げる。 翌1996年に下級重賞をいくつか勝った後、ドイツのバーデン大賞に遠征、初の G1 競争挑戦ながら前年度の優勝馬、ジャーマニーを下して優勝した。次に、ヨーロッパ最高峰の外戦門賞に挑みエリシオの2着に抗争し、さらに、北米のシバレースの最高峰ブリーダーズカップターフで、両馬シングスピールを下して優勝した。 翌1997年は、ヨーロッパで連戦し、エクリプスステークス、アイリッシュチャンピオンステークス、チャンピオンステークスの3つの中距離の大レースに勝ったが、中長距離路線のキング・ジョージ6世クリーン・エリザベース・ダイヤモンド・ステークスと、外戦門賞ではそれぞれスウェインとパントレ・セレブルの2着に、敗れた。この年の11月に来日、ジャパンカップに出走し、 人気のエアグルーブラを破って優勝し引退した。管理するマイケル・スタート調教師にとっては、前年のシングスピールに続く2年連続のジャパンカップ、制覇となった。この年のインターナショナルクラシフィケーションのコバ、中距離部門で1位、134ポンドとなり、カルティエ賞の最優秀コバに選出された。134ポンドは1990年代では7番目に高い数値で、 エリシオやエルコンドルパサーと同評価である。JRA から日本軽手馬協会に寄贈された同馬は北海道静内町で種ボバとなった。セレクトセールでサン区に1億円を超す値が付けられ、エリシオと並ぶポストサンデーサイレンスの有力候補とされるなどサン区デビューまでの全評判は高かった。ところが2001年にデビューしたサン区は 中央競馬の初年度勝ち上がりが0等という不審ぶりで、その後も成績が上向くことはなかった。通算のコンパラブルインデックスは1.34と、配合相手の繁殖品馬の質は平均以上であったが、3区のアーニングインデックスは年次別通算で0.42と平均を大きく下回った。種付け数は2001年に95等であったが、3区デビュー後に大きく落ち込み、 2002年は50頭、2003年は10頭であった。2003年9月に買い戻されて、日本を去り、アイルランドのアイリッシュナショナルスタッドへ移った。現在は障害競争用種護馬として強要されている。1997年の秋にピルソドスキーが、外旋門賞で2着になった後、日本中央競馬会は同馬を、ウェインストック卿から購入した。 まだ現役だったため、JRA は、ウェインストック卿に同馬をリースして、チャンピオンステークスと、ジャパンカップに出走した。JRA の規定では、JRA の主催する競争では、リース場所を認めていない。名義貸しによる、不透明な所有形態により、競争の公正さが失われる恐れがあるからという、理由である。ジャパンカップに出走する時点で、同馬は、レース後に、 日本で、種ボバとなることが決まっており、実質的な所有者である JRA は、種ボバとしての銅馬の価値を高めるために八を調をして、勝たせるのでは、いかといった疑惑や、主催者自ら禁止する、名義貸しを行うことへの批判が提起された。ピルサドスキーの英名は、ピルスドスキーで、20世紀初頭のポーランドの指導者で、あるユゼフ・ピウスツキの名に由来し、 チチパリッシュプレスデントは訳すると、ポーランドの先人からの連想であ。ピウスツキ将軍はロシアからのポーランド独立のため、日露戦争の際に来日したこともあり、外交誌や東欧主で知られた人物であり、国内の出版物や在ポーランド日本大使館の HP でも、ピウスキと表記されている。また、当時の競馬雑誌では、ピルスズスキーという英語読みや、ピルスツキといった具合で、 表記がまちまちであった。しかし、同馬の所有者である JRA はこれをピルサドスキーとして馬名申請を行い、そのまま登録された。これは、批判を招き、JRA 賞馬事文化賞受賞者の山野光一は、英語でないものを英語読みしたことに禁する変な表記、大きな間違いであり、文部省の定める規則にも反するかな天気だとした上で、下手をすると、 外交問題に発展しかねない、抗議なければ、どのような失礼なことも許されるというものではないと、JRA と Java を批判した。一方で生産国、馬種、超強国がいずれも英語圏であり、馬名の由来はともかく競争場としては通常は英語で呼ばれてきたことから、JRA が英語読みで登録したことは妥当だという意見もある。 1997年のジャパンカップのパドックでは、激しく、うまっけ、生殖期が勃起する状態の続語を出していた。その様子に、すでに購入した馬券を返したファンや、ピルサドスキー絡みの馬券購入を取りやめたファンが、相当数いたことが報道された。しかし、レースでは先頭に立った、エアグルーブを内から並ぶ間もなく、差し切って優勝した。エアグルーブに帰乗していた、竹豊は、 レース後のインタビューで、あれだけ完璧なレースをした、エアグルーブを指す馬が、世界にいるとは、と絶句していた。競馬評論家の大川慶次郎は、レース前ピルサドスキーに、断然の本命員を打っていたが、戦術の馬っけのために、馬券購入を経営演するファンが続出したためオッツが、余計についたと著書でコメントしていい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。